はいどうもこんにちは、ピアソンです。今回はその上手を重ねていこうかなと思います。いやーもうジョゼフ飽きたまあっていうのはね嘘なんですけども、あれ冒険家じゃないか。今一瞬姿見えたけどそのシルエットなくなったかってことはもうすでに小さくなったのかもしれない。で今回対戦前チャットでこの冒険家の人がどうやらねヒルランが今んとこ10戦2敗でめちゃめちゃウキウキよしウキウキらしいので、まあ、今回の試合で、地獄を見せてやろうかなと思います。はい OK この隠密バレるの相当きついんじゃないですか最初。よし。まあね、今シーズンはずっとジョゼフを使ってるんですけど、まあ、冒険家技師とかっていうパーティーすごいジョゼフと相性悪くて、まあさすがに、まあ余裕持って勝つのが結構厳しいなっていう、結構安定しないというか、負ける確率が高いなということで、冒険家技師のペアが来た時だけ女王を使ってますね。うん。編成的に女王強いし、この編成。さあ、暗号機揺れは、あそこ1台とマスコ。まあ、これ、普通に、OK、ひじ当て1個使ってくれた、せかして、ひじ当て使わせていけばいいんじゃないですか。それ当たっちゃうんじゃない ?OK ですよね。そこでひじ当て使わないと当たってしまうし、おもう1個使う。いいね。大盤振る舞いだな。まあ、そこ、ちょっと待ってよ。危ない。すかしちゃうからもうさ。OK、これで DD 取った。はい。よし、これ相当いいペースじゃないか。で、向こう側の完全遠い方向回してるから、疑似本体がどの辺り回してるかにもよるけど、まあ、ロボット壊さなくても多分絶対に暗号機回らないと思うから、この調子でやっていけばいい感じ。早っもう暗号機回ったか。多分今上がったのが、庭師かな。庭師が上げて、で、中央じゃないか、正面。正面2枚板のところをずっと回ってるから多分ロボかな。歴史本体が近づいてる感じなのかもしれない。さあ一応上がった暗号機の方女神側をしっかり警戒して、耳鳴りまだしないか。この段階でしないってことは多分あそこ疑似いるな。疑似いるわあそこ見ーけだよし、まあ、これ多分見捨てっぽいんで、あそこ真ん中いるのが多分体力終わったあれかな、庭師かな。OK、まあ、入れ替わってきましたか。さあここまあ安全に釣っていって、よし。さあこの見捨てが全く進まなかった状況。あれ中央がバチってんのか。中央があれか、中央がロボなのかな。はい、一発も与える。よし。まあこれ傭兵釣る前に一発これやってもよかったんだけど、さすがにちょっと起きそうだったから怖くてやめました。はい OK、まあ釣り替えていくか。中央がロボだわ。中央ロボで今上がったところがあれか、庭師か。なるほど。ってことは今上がったところはあれなのかな、庭師が引き継いだのかな。惜しい。なんかいないこれ。これ何どっから出てきたのこれ。OK、一発も与える。よし。まあこれ本当はロボット壊したかった鏡だったんだけど、なんか手前にいたので、まあいいか。で、問題は義士がどこに行ったかなんですけど、いたな。OK、で、向こう側からロボットがこっち側寄ってくるのか。なるほど。じゃあこれついでにロボット壊しちゃおうかな。なんだかんだ暗号機残り2台だから、あそこだけ回されてたら困るので、鏡だけ出して、まあそれで持ち上げてしまえば、超お手軽簡単にロボットが壊せてしまうと。はい、いいですね。で、さあ、おそらくですけど、入れ替わっていって、お互い治療してると思うんだよな、さすがに。ここが多分、3、4割ぐらいって感じか。3、4割で、もう1台が完全神経。で、ロボットもうなしで、向こうがいるのが傭兵。いやー、庭師どっかで見つけたいけどなー。まあ、でもここで待機でいいかなー。さあ、こっち側から鏡出して、あれいないな。どっちいた？そっち側行ったの？救助来ないのかな？ワンチャン庭師が回ってくることもまあさすがにないよな。冒険家見つけるコツはもう今のは完全運だけど、まあなのスポーン位置で見て、なんか、大体遠目でさ、サバイバーあそこの方向から行ったら中央入っていくかとか見えるんだけど、人影が全然見えなくなったから、じゃあこれ小さくなったのかなっていう読みで行ったらやっぱ冒険家いたっていう感じかな。これロボタテあるかな、なさそうだね。OK、さあこうなったらサバイバーかなりきつい。さあここで傭兵多分こう回してたの庭師ですよね。よし OK、 いいね。この衣装やっぱダントツで可愛いよな、庭師の中で。さあ感謝に変えて、起き上がられても多少問題ないようにして傭兵を探していきましょうか。多分ねあそこのね箱あさってると思う。いないか、いないわ全然いない。ってことは京ポジ方面に流れたかもしれない。ここの箱はあさってない。今カラス待ってたな。ってことはこっち側に走っていた形跡があるということは、こちら辺にでも耳鳴りしないな。でも耳するわ、してきたんですが、いた。よし OK、これ見つけたらもうおしまいよ。ひじ当て何個使ったっけ？ 3 個は使ったの覚えてるんですけど、もう1個あるよな、多分。多分これからラストひじ当てだ。もうね。さあ、そこ倒したらおしまい。OK。よし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 。いやいいですね。やっぱ消防が最強よ。まあ最強というか、なんでかもう爽快感があってね、俺は本当に好き。サバイバーのうまさを関係なく圧倒的に自分で倒してしまうっていうこの性能が好きです、ね。OK、じゃあ2戦目遊んでいこうかなと思います。さあ固形村、編成がですね、またまたね、機械技師、冒険家、調香師、傭兵ということで、まあ仕方なく女王を使っていこうかな。本当は仕方なくね、本当はジョゼフ使いたいけど、まあ仕方なく女王使おうかなっていう、まあ、感じですね。で、向こう側、調香師か。調香師あんま追いたくないな。で、中にいるのが、傭兵か。まあ、ワンチャンかけて、お、使わない。やばい、これがばったのまずい。けど待って、肘当てもがばってくれてるから、それ殴れるんだよな。あ、おっし、やばい、殴れてない。やばい、今日鏡の精度悪いな。はい、オッケー。よし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 。さてさてさて、船上回してて、他アスレの方とか全然回してないな。これ、一撃だけ与えといて、妻子もいないから結構立て直し大変だと思うんだよな。疑心を寄らせるまで待つか。うん。こっから多分ね、機械技師のを、多分、移動して傭兵の回復に行くと思うから、ここを追うだけ追っていこうかなと思ったけど、あれ多分、海にいるの多分、機械技師じゃない、なんか背中に羽みたいなの生えてるね。多分あれ技師だと思う。狙いに行こうか。ブーンと。傭兵やないかい。やばい、これ鏡、やばい、今日頑張ってる。希望使っちゃおう。オッケー、危ねえ、危な、ギリギリ。さあ大胆な希望を決めていくと、まあ、傭兵に対してね、ああやって鏡頑張ってしまうとなかなかね仕留めきるのが難しくなるから、もう大胆に使ってしまう。で、船上、あ、船上がロボか。バチバチやってるしな。で、ここ終わった。で、技師がどこにいるのか全然わかんないな。なんかね、回復してる人がね全然いないんだよ。多分船上が技師のロボットで、ここかな、多分ここら辺になんかいるっぽいんですけど、はいはい、ああいるね。これが技師か。ああ、ようやく見つけたわ。ってことは技師の回復めちゃめちゃ遅いな。最初船上多分今半分ちょい回ってると思うんだけど、それしか回ってないからほぼ回力ゼロみたいな。回力こんだけ遅いのはありがたい。で、冒険家がどうなのかちょっと分かんないな。これ先にちょっとさすがに傭兵殴るわ。肘当て使われると飛んでる分なんで。で、この間に、まあ、できれば技師、まあ、技師放置でもいいかな。いやー、初動良くないね。1試合目はめちゃめちゃ冒険家見つけるとかっていう神展開だったのに、2試合目は初動なぜか、なんで俺今傭兵追ってんだろうねっていうような、そんな不思議な展開ですけど、向こう側が今上げたのが冒険家、多分ねこっち側から、あ、今いたねなんか白い足が見えたわ。さあ、ここ、あー、うまい、そっち側から回っていったか。で、裏から冒険家来てないね。来てない来てない。難しい。来てないか。オッケー。じゃあこれしっかり攻めていこうか。なんか上でまだバチバチやってるな。ワンチャンいける。オッケー、ナイス。いい落下攻撃。で、これで当てて、存在感マックス。で、これまた鏡使えるからね。まあ、でもあんま今意味ないか。できれば、ここの鏡温存しといて、傭兵の膝手に合わせて使いたい。いやー、うまい。いやー、それ、いい香水だわ。これ無傷されちゃったか。さあ、膝で使ったタイミングで鏡使えばこれは当たる。おい、オッケー、ナイス。ダブルダウン、ダブルヒットダブルダウンではないけど、オッケーオッケーオッケー。で、いい感じに同じ方向逃げてくれてるから、いやー、そこ香水か。オッケーオッケーオッケー。香水今何個使った？ 2 個3個、あ、全部使ってるわ。オッケーオッケー。ってことは次にね、船上チェイスされたとしても調香師ですぐ仕留めることが可能で、向こう側バチバチやってる。回復しないのか。じゃあ多分普通に釣りいけれるな。4釣りいける気がする。回復してっていろいろやられちゃうと引き分けもワンチャン逃げてきてはいたけど、さあ向こう側で冒険家が宝物発掘が終わった。で、まだあそこ回してるな、調香師。じゃあ今回力の早い調香師そのまま追っちゃおうかな。今から機械技師追ったところであんま意味ないから。さあ一瞬のなんかオッケーオッケーオッケー。あ、今日鏡出したと一瞬かくつくような気がする。あそこなんだ、カラスかな今の。ってことは多分調香師じゃなくて機械技師本体がいるから、こっち側に今のうち行ってロボット壊しちゃおう。危ねえ結構上がりかけ。ここ上げられちゃったら冒険家のでちょっとまずかったから。オッケーオッケーオッケー。で、今治療が終わったタイミングだから、冒険家がね多分今あそこら辺走って救助行ってるんですよね。そうなんですよ、そうだと思いましたよ。オッケー、ここでね見つけたらさすがに鏡ないとはいえ枯れる気がする。オッケー、ナイスため攻撃。で、向こう側今から行ってる。で、あそこ上げたとしてもこの冒険家が暗号機を触りさえしなければ大丈夫で、多分1個分はね使ってると思う。箱っていうか宝使ってるから、あと残り 50% が回らないと思う。さあ、ここ絶対いいらつかまないよ。オッケーよし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 。ここで冒険家救助狩り、これも勝ったな。で、向こう側上げずに、まあさすがに救助来なきゃいけない。おー、何なんか今戦地できなかったんだけど、なんか引っかかっちゃった。スはさすがに当たってくれない。もうこれ即トンネルでいいかな。救助したタイミングで狙おう。ああ危機一発ないがそのまま殴ろうと思ったのに。よいしょ、オッケー。まあ、ということで、こんな感じでね、久々に炎上を使ってみたということで、今日もご視聴ありがとうございます。起き上がった。やばい、完全にこれもう投稿する流れだと思って動画の締めに行っちゃった。オッケーオッケーオッケー。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。